庭の経営者です。この家庭の経営者が何をやったか、私たちこの家庭支部が今日11月10日記念すべき日になると私は思います。初めて5年半支部が結成してから初めてのストライキに今日結構した立ち上がった、これは本当に忘れてはならないと思います。どういう、それは今までずっと我慢してきた、理不尽なことにも我慢してきた、奴隷のような扱いを受けてきた労働者が、自分たちこそが職場の主人公だ、自分たちが会社を動かしてるんだということをはっきりと証明させた日だと思います。今高速道路では毎日のように産業廃棄物を運搬しているドライバー、みんな見かけると思います。トラックでパテーという名前がついたトラックがどんどん走っている。しかし今日はどうでしょうか。それをずっと汗水流して働いてきた、実際ハンドルを握ってきた労働者がストライキに立ち上がって、今ここの家計本社前に来ている。トラックはほとんど止まっているわけですよ。みんなが汗水流して働かなければ、この家計は1円たりとも利益を生み出せない。僕は職場の主人公はここにいる家計の労働者である、家計支部の組合員であるということがはっきりと経営者の目の前に突きつけられた、そういうふうに思います。本当に労働者は完全と戦い、完全と勝利するというこの旗のもとに43年間戦ってきました。家計支部ももう一緒だと思います。決して経営者はお願いや陳情や説得で言うことを聞くような相手ではありません。私たちが実力で戦う、立ち上がる、本気になって目の色を変えてストライキで戦う、この抗議行動を完結する、こういう行動を今日だけじゃないですよ、明日も明後日も毎日のようにやる、そういう中で初めて経営者は我々労働者の言うことを聞く、そういう完全と戦い、完全と勝利する中で私たち一人一人の権利と生活を守っていきましょう。以上です。潰しを狙っているわ、組合潰しを狙っているわ、瀬戸さんを苦しめているわ、瀬戸さんを苦しめているわ、家族を悲しませるな、家族を悲しませるな。